皆さんこんばんは、東堂凛役の駒形ゆりです。はい、こちらはですねニコニコチャンネルの番組中島よしきのざっくり8から生まれたドラマ CD 企画オクターブサイドオーバーランでガールズバンドオーバーランとして出演しているメインキャストたちが実際にキャラクターの担当楽器を体験してみるという動画になっております。はい、まずはですね、オーバーランがどういうものかを、説明させていただきたいと思います。古谷陽子、大久保椿、南條穂香による3人組ガールズバンドオーバーラン。メジャーデビューを目前に控えたある日、社長の気まぐれで陽子の憧れのシンガーソングライター凛こと東堂凛が加入することに。価値観の違い、音楽の方向性、憧れていた時には出会わなかった苦悩に4人が立ち向かっていく、こういうあらすじになってます。はい、続きまして私が演じる東堂凛についても説明させていただきます。22歳の A 型、3月31日生まれ、162センチ。今若い世代に話題のアーティスト凛として活動中。リリースした楽曲は自身で作詞作曲をし、その切ない旋律と澄んだ歌声、演奏中の気迫あふれる姿で人気。クールでプライドが高い孤高の美人。以前はバンドを組んでいたこともあったようだが…という、はい、ちょっとまだ謎に包まれた部分の多いキャラクターになっております。はい、本当に普段は、好んで一人で、活動することが多いりんちゃんが、まさかオーバーランとして陽子たちと一緒に、音楽活動していくという、作品なんですけども、この企画というかこのねオーバーランが始まって、生配信ももう何回かやらせていただきましたし、オーバーラジオというラジオ、週替わりでメンバーが交代交代で、やってるラジオがあったりとか、あとカラオケ企画なんかもやったりして、ドラマ CD だけにとどまらずいろんな活動をしているオーバーランなんですけども、まさか今回ね、自分のやってるキャラクターの担当楽器を実際に演奏するってなかなかないので、すごく緊張してます。私ギターは弾けるんですけどね、ピアノなんですよね、りんちゃん。ちょっとなのでりんちゃんに恥ずかしくないように今日は頑張りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速楽器演奏始めていこうかな。頑張るぞ。はい、改めまして今回の動画では東堂凛がキーボードを担当しているということで、私駒形ゆりがキーボードの体験をしていきたいと思います。ピアノはずっと小さい時は習いたかったんですけど、なぜか親にスイミングスクールに行かされてしまって全然ピアノができず、なので私がピアノを触ったことがあるのは高校の選択音楽の授業でバイエルンってやつと、あとエイゼのためにを少し弾こうみたいな授業でちょこっと触ったぐらいなので、今日は念願の先生にピアノを教えてもらえるという貴重な時間になってます。ちょっと格好だけすごい偏見でピアノ弾きそうだなみたいな格好にだけしてきたんで、形から入れたらなと思います。バンド用のスタジオには私よく学生時代とかバンドの練習とか普通に歌の練習とかで来たりしてるので、馴染みは、場所と格好には馴染みはある。ピアノだけ本当に緊張。頑張ります。じゃあ早速ですねキーボードの演奏に挑戦していきたいと思うんですけども、今回の演奏を教えてくださる先生をお呼びしたいと思います。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。平田優奈です。普段は、はい、作曲編曲キーボーディストピアニストとして活動しています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わ、人に教えたりとかって、はい、普段はあんまりしてないんですけど、子供の頃、中学校、はい、高校とかの時にお友達に教えてたりは、すごい流行ってる曲とかを弾きたいっていうので、はい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 、じゃあやってみようかって言ってよくやってたので、先生らしい教え方かどうかわからないんですけど、全然嬉しいです。すぐ弾けるように、はい、教えていきたいと思います。本当ですか。今日は本当に手取りは一人、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ早速、ご指導を受けたいと思います。はい、では早速よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何から始めた。そうですね、最初にまず弾きやすくするために基本姿勢をやってみたいと思います。はいはい、まずここがどうなんですけど、はい、おへその位置と今ちょうどですね、はいはい、合うように座るのと、椅子に対してお尻半分ぐらい
尻半分ぐらい、ほんとちょこんって腰掛けるぐらいで、はい、足がぺったりつくような、足がぺったりつく、はい、はい、ちょっと遠いかもしれない、ちょっと遠いかもしれない、もうちょっと前、はい、はい、これぐらいにして、はい、はい、これが基本姿勢、これが一番引きやすいと思います、はい、ありがとうございます、はい、から手を乗せてみてください。めちゃくちゃ綺麗ですね。本当ですか？やった、手も綺麗、やった。で手を乗せた時に、はい、ここがなるべく平行になるように、でちょっとここに拳1個ぐらい、はい、ここに拳1個、ね、はい、これを開きすぎちゃうんで、これぐらいで、はい、やると手が綺麗にスライドできると思います、はい、はい、なんかキーボード、このキーボードじゃなくてパソコンのキーボードを打つ時の手の形をすると、はいはいはい、多分動きがいいと思うんです。あ、はい、多分同じ形をしてる気がしてて、はい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 、そうですね、強く叩くとき弱く叩くときも手は変えずに、うん、強いからこうとかはやらなくて、うん、弱いときも強いときも同じ手の形でいけるととっても綺麗に見えると思います。わかりました、はい、はい、で背中はなるべくこうどう動いても背中がどう動いてもブレない足をしっかり踏ん張っていただいて、はいはい、これが基本姿勢になります、はい、とっても綺麗ですね。すごい姿勢が良くなりそうですね。良くなりそうですね。やってると、うん、でも全然普段とかはこうやって座っちゃうんですけど、はいはい、ピアノ弾くときはやっぱお尻半分を守ると勝手に背筋が伸びるようになるので、はい、はい、これをこのまま演奏していきましょう、はいはい、でもなんかさっきからもう手の位置が綺麗にこうドレミファソナリになっていて恥ずかしい、 いや素晴らしいなと思いました。今日弾くのがもうこのままここからスタートするものなので、わかりました、はい、でまずここ、うん、発鍵って言います。白い鍵盤で発鍵って言います、はい、でこっちが黒い鍵盤で黒鍵、はいはい、で今日は、両方使ってみようかなと思ってまして、まず手を置いて音を鳴らしてみましょう、はい、同時でしたね。そんな、ね、そういう時間でしたっけ。で、なんて言うんだろうな、腕を使う、こうやって弾くととっても汚い音が出てしまうので、うんうんうん、心を込めて心を込めて弾きましょう。鍵盤は、はい、別にドレミとか弾かなくていいんで、とにかく音を出してみましょう。ここは開ける、はい、閉まっちゃうんですよね。確かに閉まっちゃうかも。そうなんですよ、こうなっちゃうんですけど、とっても綺麗です。あ、心を込めて弾くんですね。心を込めて、はい、生き物だと思うので。あ、分かりました。はい、で黒鍵は、ちょっと指が伸びる感じで少し手の形が崩れるんですけど、うん、こんな感じで、ピアノ弾けそうな手してます。本当ですか？手大きくてよかった。指も長いしすごい綺麗です。なんで見栄えがもうスイミングスクールに行っちゃったの。今頃ベロベロ弾いてたかもしれない、ね。そうですね。指も長いし。そんな感じで基本姿勢が、はい、と、鍵盤の基本的な並びがあります。はい、で、さっき言ったおへそにどう持ってきてと言ったんですが、うんうんうん、どの場所をはどこでしょうみたいなのが分かりやすいのがありまして、うんうんうん、さっき言った黒鍵が、はい、黒い鍵盤が並んでいる中の2つ3つって順番並んでいるんですね、うんうん、これの2つ並んでいるところから1個下がったところがドです、うん、ここがド、はいはい、ここが基本のドになります、はいはい、が分かりやすいですね、うんうんうん、はい、そんな感じが分かれば、はい、あとは弾けると思います。なんか基本姿勢は初めて教えて、はい、そうですか、いただいたので、うん、おへその位置とここが一緒っていうのは初めて知りました、はい、そうですね、多分どんな曲、とても高いところの、うんうんうん、を弾くときも場所は絶対ここなんですね。椅子はガラガラ動いたりしないので確かに、はい、こう体だけがいい感じで、うんうんうん、手もさっき言ったここ拳1個って言ったのは、うん、ここを弾くときで体と一緒にこうやって動いていきます。低いところも同じように体が一緒に動いていて、ここの幅は変わらずに、なるべく変わらない。へえ、そうですね。じゃあ手をこうやって伸ばすんじゃなくて、伸ばすことはあんまりないですね。きっと体が
行くと楽なので、うんうんうん、手に負担もかからないし、うんうんうん、あのこうやって弾いたりしてるとやっぱりどこかに負担が来て痛めたりとかもありますし、はい、であの小指ってとてもやっぱ細いですよね、はい、なので弱いのでこう重心を支えてあげないと、肘とかのこの距離で支えてあげないと手を悪くしてしまったりします。長く弾くためにも姿勢が大事、ね、大事だと思います。はい、では課題曲があるんですよね。そうですね、課題曲を発表したいと思います。はい、何でしょう。はい、森のくまさんです。かわいい、かわいい、大好き、かわいい、馴染みのある曲で。そうですね、みんな耳にしたことがよかった。子犬のワルツとかだったら難しいですねいけないよって思ったからよかったです。はい、なので一度弾いてみようと思います。お手本を、はい、やった、弾いていただけると。じゃあ、はい、お願いします。失礼します。ぜひぜひ、はい、では弾いてみたいと思います。お願いします。こんな感じで思ってた森のくまさんと違ったそうです、すごいロックなロックな森のくまさん、はい、バンドサウンドでかっこいいですね、はい、さすが、はい、これを弾いていただきたいと思います。両手を使ってましたね、はい、頑張ってみましょう。わかりました、頑張ります、はい、じゃあ後半の方でレッスンの方またよろしくお願いいたします。はい、ということで次はいよいよ課題曲のレッスンに入っていきたいと思うんですけども、前半はここまでとなりまして、続きは後半でお届けしますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。いや弾けんのかな、もう今緊張に次ぐ緊張で、でもあの手は綺麗だと言われたのでそれは信じて次回頑張りたいと思います。はい、というわけで最後に告知です、ドラマ CD オクターブサイドオーバーランチューン1が6月9日水曜日に発売となります。ガールズバンドオーバーランの出会いについてのお話を収録しております、さらにですね、東堂凛役の私駒形ゆりが歌うリコリスも収録されております。初のキャラソンになります、はい、この曲はですね、作詞を中島よしきさん、作曲をアルテリファクトの桑原悟さんが担当しております。とても豪華な曲になっておりますので、ぜひこちらも楽しみにしてください。またですね、本作のメインキャストである峰田真由さん、駒形ゆり、私駒形ゆり、雪村恵里さん、浜崎奈々さんの4人が交代で2人ずつお送りしているラジオオーバーラジオはオーバーランのチャンネルで毎週金曜日21時より放送中です。こちらもぜひ聞いてみてください。それでは後半でまたお会いしましょう。ここまでのお相手は東堂凛役の駒形ゆりでした。またねー。